ハニオンベリーのウクレレドキ。この番組は豊作プロジェクトの公演でお届けします。ハニオンベリーウクレレドキ。ハニオンベリー心にまっすぐ。ハニオンベリーコマラジ。ハニオンベリー皆さんこんにちは。ハニオンベリーのゆりです。かなです。毎週火曜日16時から17時55分まではハニオンベリーのウクレレ時、たっぷり生放送でお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、今日は9月29日、そうですね、はい、もう9月も終わりになってきちゃいました、はい、早いです ね、 ねえ、すっかり昨日あたりから秋っぽいですけれども、そうだいぶ涼しくなりました。いい感じです。大好きな季節がやってまいりました、うん、そうですね、はい、それでは本日のメニューをご紹介いたしましょう。はい、お願いします、はい、ゲストをお迎えしてのギフトボックス、そして後半にもゲストさんをお迎えしてお届けしたいと思います。番組へのメッセージの送り方をご紹介しておきます、はい、メールで頂戴する場合にはchoosedayatmarkkomae.fm chooseday@komae.fm、 メールのタイトルには必ず番組名のウクレレドキと書いてください。そして本文にはラジオネームを忘れなくお書きください。ハニオンベリーのフェイスブックページもございます。こちらからメッセンジャーでお送りいただくこともできます。それからおはがきでもね募集しておりまして、はい、実は今日は嬉しいおはがきが来ているので、おはがきが届きました。後でご紹介したいと思っております、はい、おはがきの送り先です。郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6 狛ラジスイートタイムパラダイス、ハニオンベリーのウクレレ時係までよろしくお願いいたします。はい、はい、オープニングでもかけてますが、はいはい、私たちのテーマソング、はい、まだ絶賛タイトル募集中です。募集中ですね。あのハニハニ音頭かっこ仮になってるんですけれども、はいはい、あの 新宿区の KJ さんがハニハニ音頭推しなんですがそうなんですよね。そうなんですよ。今でも6個ぐらい集まってますかね。そうですね、うん、はい、なのでまだまだ募集中です。皆様ぜひね、はい、あのお寄せください。はい、待ちしております、はい、それでは今日もギフトボックスのコーナーからお楽しみいただきたいと思います。しょうちゃんよろしく。ハニオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストはウクレレ奏者の鈴木明俊さんです。鈴木さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。あの今私鈴木さんってご紹介したんですけれども、あの鈴木さんは皆さんにアッキーさんっていつも呼ばれていらっしゃいますよねはい、なんか皆さんにアッキーさんって呼んでいただいて大変恐縮なんですけど今日のこのラジオでもアッキーさんってお呼びしてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです、よろしくお願いします。よかった。それでは早速ですが、アッキーさんに、自己紹介をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます、神奈川県の湘南の方の出身なんですが、現在は2010年に、秋田県の方に、移住しまして、そこから、ウクレレの演奏やウクレレの講師などの、お仕事をさせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのアッキーさん、3歳からピアノを始めていらっしゃって、はい、ずっとクラシック音楽とか現代音楽を学んでらっしゃったということですね。はい、ウクレレに出会われたのは何歳ぐらいのことなんですか？そうですね、だいたい高校卒業するぐらいだったと思うんですけど、もしかしてたかなぐらいだったと思うんですが、はい、あの持ち運びをできる楽器を、なんて言うんだろう、こうやりたいなっていうことで選んだのがウクレレでした、はい、あのその頃の年齢ってやっぱりアコースティックギターですとかエレキギターとか、ね、はい、に行きそうじゃないですか、はい、やっぱり持ち運び以外にも何かきっかけはあったんですよね。あ、よくぞ聞いていただきました、はい、ナイス
ナイスです。実は僕あの父がちょうどあのフォークソングがこう流行ったというか、あの、まあ、弾き語りですよね、あのちょうどその年代なので、家では父がアコースティックギターをこうかき鳴らしてるんですよ。今も帰るとかき鳴らしてるんですけど。そうなんですね、はい。実はあのピアノをやってた時に、あの父のギターがこうリビングにあったりすると、まあ、こっそりでもないけどこう触って遊ぶと、こんなに難しい楽器はないってギターをこうもうなんていうんだろう、思っちゃったんですよね。もうピアノの方がよっぽど簡単だみたいな。でもう全然弦楽器にはこうもうなんていうんだろう、もう目がいかなくなったというか、はい、でもなんでですかね、ウクレレに入ったんですけど、はい、だからそうウクレレを始めた時はやっぱギターっていう選択肢は全くなくて、持ち運びしたかったのももちろんなんですけど、やっぱりギターのなんていうんだろう、こう父のであの、難しかったっていうのがあるので、はい、それでもうウクレレまっしぐらです。そうなんですか。でもご自宅にウクレレはあったんですか？実はなかったんです。なかったんですか？そうなんです、じゃあ、やっぱりギターは無理って思われて、ウクレレで行くぞって思った時に、ウクレレをこう探しに行かれた、買いに行かれたんでしょうか？そうですね、まあ、あとあの友人が持ってたので、それをまず、実は、まあ、借りたというか、はい、彼のお家に遊び行くとこう触らせてもらってて、まあ、それもあってですね、ウクレレがやっぱこう、なんていうの、選択肢の中に入ったのは、でやっぱ自分のが欲しいと思って楽器屋さんに行きました。そうでしたか。あの先ほど持ち運びがどうのっておっしゃってましたけど、その持ち運びを割と頻繁にするくらい、どこかに旅に出られてたりしてたんでしょうか？まあ旅はすれないです。旅と若かったからね、18歳、パッと持っていけるっていうぐらいの。そうですね、やっぱ音楽すごい好きで、とにかく、まあ、中学校高校、まあ、小学校とかも、こう休み時間になると音楽室にこう、ピューッと行って、ピアノをこう弾いて遊んでたりとかしてたんですね、でやっぱどっか遊び行った時に、まあ、それこそ地元があの海の近くですので、海遊び行った時とか何かやりたいんですよね。だけどでもさすがにアップライトピアノゴロゴロ転がすことはできませんからね。でなのでそれで、どっか遊び行った時にこうちょっと肩にかけて持ってきたいなっていうのは、はい、確かにそうなんですよね。例えば、まあね、弦楽器って、ではなく鍵盤とかになって、まあ、ピアニカとかになると口を塞がれたりとかする、おしゃべりができなかったりします。そうですね、確かに、はい、ですよね。あ、でも分かりますね。私たちも本当にウクレレってなんて持ち運びに便利で、いつでもどこでも誰とでもって感じでカバンからシュッて出して弾けるっていうのが、そうですね、はい、本当ウクレレの魅力だなって思ってるんですね。やっぱ手軽でいいなとは思いますね。じゃあその18歳でね、ウクレレの魅力に巡り合われて、ウクレレを始められて、そこからはやはりどなたかに習われたりされたんでしょうか、アッキーさん？そうですね、あの、最初はもう独学というか、もう、あの実は大学が北海道の網走だったんですか、なのでもうウクレレをこうジャカジャカ遊んでる時はもう北海道にいるんですね。なのでそう持ち運びがしたいって言って買ったのに、全然湘南の海では弾いてなくて、どっちかというと網走の海で弾いてたんですけど、で当時は全然、そうですね、最初大学1年生ぐらいまではもう自分で教則本っていうか、楽器屋さんに売ってる本を買って、こう自分でこう書き鳴らしてたんですが、2年生ですね、同じゼミの、知り合いでギターをこう趣味でやってる人がいて、で彼にこう実はウクレレやるんだみたいな話をしてたら、一緒にやろうよっていう話で、彼の家に行くと、僕は結局弦楽器は全然分かってなかったので、彼に最初こうちょっと手ほどきを入れたんです、
でその後本格的にやってみたいなってこうやっぱこうふつふつと湧いてて、はいはい、たまたまちょっとハワイに行く機会があったので、はい、あのホノルルの方に行ったら、はい、こういっぱいいるんですよね、路上ライブしてる人たちが、はいはい、でそうやってこう知り合ったあの実はあっちで教えてくれるような、まあハワイって教えてくれる人いっぱいいますので、はいはい、それで単発レッスンとかをちょっとこう申し込んで、あのぜひ教えてほしいんですけどみたいなので、うん、ウクレレを初めてこう教えてもらったっていう感じですね、はい、ハワイだとやっぱり手軽にレッスンって受けられるものなんですね。私ハワイに行ったことがないんですよ。もう本当僕も最初そう思ってたんですけど、はい、案外調べてみると、うん、あるんですよね、うんうん、その、まあ、いわゆる観光客が行って、はい、まあ、先生と時間さえ合えば、はい、もうはい30分いくらみたいな感じ、本当手軽に、うん、できるので、うんうん、はい、ぜひもしハワイ行った時は、そうですね、はい、ぜひぜひぜひ行ってみたいと思います。結構、はい、あれですもんね、ウクレレのショップとかでも割とこう単発で、うん、あ、そうです ね、レッスンありますよ、はい、何時からっていうような表示があったりとかするとこもありますもんね、はい、ですね、有料のレッスンもあるし、はい、あとはフリーの無料でのなんかレッスンとか、ね、はい、やってますね、はいはい、このウクレレのお店のスタッフさんがこうやってくれるような、そうなんですよね、はい、ね、はい、うん、そして日本に戻られてウクレレをますますじゃあもっともっともっとっていう感じになっていらしたわけですね。そうなんです、はい、なのでもうハワイの、はい、路上ライブで結構衝撃的だったんですよね、ズキュンと来ちゃったんですね、ズキュン、もう来ました、もうハートが射抜かれましたね、あれはそう、あのワイキキの通りで、うんうんうん、夕方6時ぐらいとかかな、ね、ちょっと、はい、ですよね、だいたいちょっと日が陰ってくると、はいはい、ずらーっとなんかこう並ぶっていうか、はい、やってる人たちがいて、はい、こうロック弾いてる人もいれば、はい、ハワイアン弾いてる人もいれば、歌ってる人もいれば、はい、もうそれを一人一人見てったら、ウクレレって、はい、なんでこんなことできるんだろうって、もう衝撃でした、あれは、じゃあハワイでもやっぱりハワイアンだけじゃないわけですよね、ウクレレって何でもできる楽器っていうことですよね、うんうん、そうですね、はい、なんかある人は、僕いまだに衝撃に残ってるのは、うん、はい、あのチューニングが全然違うんですよ、でこれ 何のチューニングですかって言ったら、バイオリンのチューニングで弾いてる人とか、おお、そうなんです、だから普段はバイオリンやってるらしいんですけど、はい、なんか路上ライブではそのバイオリンのチューニングにしてウクレレ弾いてて、あ、もうそうなんです、あ、自由だなって、そういうことになるんだそれは、ね、僕ももうそれっきりですけどね、その人とでも、あの、あまりの衝撃に一応写真だけは残ってます自由だって記念写真撮らせてもらいました、なるほど、いや本当に自由ですね、はい、ウクレレの可能性をやっぱそれでこう、なんだろう、見ましたね、はい、うーん、面白い、初めて聞きました、僕もその人だけですけどね、うん、でもそんなにアッキーさんなんですが、はい、アッキーさんは今あのウクレレを使いまして、もちろんクラシックもそうですけれども、海外の民謡から日本の唱歌に至るまで、唱歌や童謡に至るまで、いろんな曲を演奏してらっしゃいますよね、はい、やっぱり、ね、自分のルーツといったらちょっとおこがましいですけど、習ってきたのがクラシックからなので、やっぱ、まあ、僕 の、 そのピアノの先生がとってもユニークなあの、はい、おばあちゃん先生だったんですけど、はい、もう音楽理論からその、うん、音楽史って言って作曲家の歴史から、はい、もう子供がもうワクワクするようなお話を、そう、なんて言うんだろう、話し方でしてくれるんですね、はい、なのでとっても僕としてもクラシックが大好きになって、で、はい、でさらにはちょうど子供の頃タイタニックっていう映画が、はいはい、レオナルド・ディカプリオさんたちが、はいはいはい、あれで、流れてるセリーヌ・ディオンさんの音楽が、はいはい、あったと思うんですが、あれのですね、出だしで、使われてる笛
の音が僕すごい好きになっちゃって、はい、あれアイルランドの民族楽器なんですよね。はい、でその話をしたら今度先生があの民謡なんか面白いんじゃないのっていう話で、あのダニーボーイ、アイルランドのダニーボーイだったりとか、スコットランドのホタルの光だったりとかっていう方向を教えてくれたんですよ。でその話もまた面白くて、はい、でやっぱそういうのもあって自分で未だに、はい、なんだろう、童謡もだし唱歌だったり、はい、クラシックだったりそういうものをですね、うん、あの今自分が好きなので、はい、大好きなのその曲を大好きなウクレレで弾きたいなと思って今、はい、挑戦してます。はい、なんて素晴らしい先生なんでしょうね。そんな先生に会いたかった。ギーさんは、はい、あの初めてそのピアノをされてそんなにね音楽を大好きにしてくれる素敵な先生に出会えて、アッキーさん幸せですね。だって本当にそう思いますね。今やっぱり自分がこう、うん、今もこう好きだからこう音楽の勉強とか音楽史とか読むとき、はい、やっぱ先生のことは思い出します。うん、あの子供の頃、あの今はこう本を読むと大人ですからその難しい文章もやっぱこうある程度は理解できますけど、あ、先生はこれをああやって面白おかしく話してくれたんだっていうのとかですね、はい、ベートーベンのラブレターの話だったりとか、そういう話とかをとっても面白おかしく、うん、なんか話してくれたのが、はい、今ベートーベンの本読んだりすると思い出して、はい、いい先生だったなと、はい、そうなんですね。やっぱりあれですね、うん、まあ、あの人との出会いってすごく人の人生を変えてしまう、ね、うん、あのね、小さな子供であってもそうやって影響力を与えて、もう大人になってからもそれもずっと覚えてて、はい、ね、大人になってからは実はあの次は自分が子供にその話を教えてあげたりとかっていうことになるわけですもんね。ね、今アッキーさんはそれを指導に加えられてるんじゃないかなと思います。できたらいいなと思って、やっぱり、はい、ね、お子さんの生徒さんで音楽が好きだとか、はい、学校で誰々習ったよ、例えばモーツァルトの話出たんだよなんて言うと、はい、モーツァルトの話してあげれるようになんか自分も勉強しとこうかなとか、うんうんうん、それを、ま、やっぱりこう自分が楽しかったみたいに面白おかしく、はい、おかしくって言ったらあれですけど面白く、はい、話せたらいいなとは思ってます。はい、そういうことって子供の頃に何かそういう面白い出来事って覚えてますからね、先生がこんな面白いこと言ってくれたみたいな、うんうん、そうですね、はい、すごい、なんか僕すごい記憶にあるのが、あのオーケストラの、楽器の役割っていう話を先生がしてくれた時があったんですよ。はいはい、例えば第一バイオリンからこう、うん、チェロだなんだとかトランペットだ、はいはい、その時に僕がやっぱちょっとわからなかったんですね、うんうん、なんでこんなバイオリンいっぱいいるのとか、うんうん、なんでこう低い音がどうのこうのだのとか難しい話がわかんなかったんです、はい、そしたら僕音楽史だけじゃなくて日本史とかも好きなので、はいはい、地元の小田原城に例えて話してくれたんですよ。そう、なんか低い音がこう、はい、音楽の土台だとかって、ほら小田原城にあんな立派な石垣があるだろうみたいな話をしてくれて、おーって、うん、そう。でバイオリンとかこうきらびやかなのは、はい、上にあるあのお城の上の屋根の、はい、装飾の、そう、そうなんです、はい、とかほらキラキラしてるだろうみたいな話をですね、はいはい、それが未だに覚えてますね。はい、そうでしたか、うん、まあ、本当に素敵な先生との出会いがあったんですね。はい、あ、それでは今日ですね、まず1曲目、アッキーさんからいただいたリクエスト曲をおかけしたいと思います。まあ、アッキーさんのねルーツにもなっている曲ではないかと思いますが、これは、成田為三さんの作曲で、作詞が林古慶さん、鈴木明俊さんの演奏で浜辺の歌お届けしたいと思います。お届けしましたのは鈴木明俊さんの演奏で浜辺の歌でした。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この浜辺の歌には、アキさんいろいろと思い入れがあるとお聞きしているんですけれども。はい、実は浜辺の歌、作曲の方は成田為三さんという秋田県の、はい、出身の作曲家で、作詞は林古慶さんという、詩を書く方なんですけど、その詩のですね、内容が実はちょうど僕の地元の湘南の海をイメージして書かれたと言われてて、ちょうど僕の家の近くにもある辻堂という駅、を降りると林古慶さんのその石碑というんですかね、浜辺の歌の詩になってますっていうその石碑が置いてあって、で、それで、こういう曲があるんだっていうのは知ってたんですが、まさか自分が移住する場所の作曲家だとは大好きな曲の作曲、曲のですね、作曲家のとこに移住するとは思ってなかったので、で秋田県には実は成田為三さんの記念館が、浜辺の歌記念館っていう音楽館かな、っていうとこがあって、浜辺の歌がこうガンガン流れてる記念館があるんですけど、そこ行くと実はその湘南の海のことの説明も書いてあったりとか、で、実は辻堂の、先にそうですね、秋田県の、その、米内沢というとこなんですけど、その米内沢の駅の発車チャイムが浜辺の歌なんですね。で、そしたら、僕が子供の頃は、まだ辻堂は普通のチャイムだったはず。かな、僕ちょっと電車はあんま詳しくなくて、私は普通のチャイムですよね。あ、ですね、それが2016年って僕調べたら書いてあったんですが、浜辺の歌になったんですよ。そうなんです、JR 東海道線ですね、ちょうど僕が使ってた電車なんですけど、なのでと思って実家に今帰った時はそれ耳傾けるとやっぱ浜辺の歌なんですね。そう。だからなんか、もう僕にとってそれこそズキュンと来たんですよ。もうアッキーさんのための曲みたいになってますね。もう嬉しい、そう言ってもらえて。なので今は自分のコンサートの時とかは、大事に弾かせていただいてます、この曲。浜辺の歌以外にも唱歌はやはりいろんな曲を弾かれていらっしゃるんでしょうか、アッキーさんは。唱歌もいっぱい大好きなのって、もちろんふるさと、赤とんぼだったりですね、あとはおぼろ月夜とか、あれがちょうど僕自分が学校高校通ってた、場所の駅の発車チャイムだってことを、それを実は去年知りまして、だから高校の時はもしかしたら違ったのかな、ちょっとわかん、もしくは僕がこう興味を示してなかったっていうか、発車チャイムに耳を傾けてなかったから、もうね、そんなこと言ったら電車好きの人に怒られちゃう。でも今はもうあれですね、東京行くと、東京っていうか関東の方に行くと、もう発車する瞬間はもう外にちょっと頭出して、なんだろうこの曲、なんだろうってこうなるようになっちゃって。そうですか。ちなみに私の最寄り駅はドラえもんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。ドラえもん。なこといいなって。それは聞き行かなきゃダメですね。ぜひ。ドラえもんとかもあるんですね。ありますあります。あれどこかがサザンオールスターズだとか、あれは茅ヶ崎かな。そうですね。なんあのかなの、はい。とかやっぱそういうで音楽を聞くのも楽しいなと。そうですね。はい。地域地域で蒲田だと蒲田行進曲が流れてたり、いろいろありますもんね。あ、そうなんです。あ、それもちょっと聞きます。なんて言うんでしょうね、乗り鉄とかって言うけど、僕これ聞き鉄。聞き鉄あるのかな、あるんですよね、でもね。で、なんかそういうマニアが。でも僕マニアになりたいんですよ、それ。ただ電車が詳しくないから、多分
そのうち乗ってる間に迷子になりそうですけど、ね、本当にスマホがあればあの曲の駅に行けなかったみたいな自分は今何の電車乗ってんだろうみたいな、ね、そうですね、そういった唱歌も弾かれるし、うん、あと童謡も弾かれてらっしゃいますよね。はい、アッキーさんは、はい、その童謡とその他に読み聞かせと一緒に演奏とかっていうのもされてらっしゃるんですよね。はい、そうなんです、絵本の読み聞かせですね、はい、ちっちゃい幼稚園生というんですかね、はい、まあ、小学校とかの子もいたかな、そういうちっちゃいお子さんたちに読み聞かせをこうしているそういう方がいらっしゃって、はいはい、であとは歌を歌う方もその時いたかな、で、僕がですねその絵本に合わせて曲を作ってでそれを生演奏して、はい、読んでもらうというのをやったりしてます。はい、そうなんですよね、はい、私もね少しボランティアで朗読とすることがあってその時にやっぱりバックに音楽があるとすごく雰囲気も出るのでアッキーさんがそういう活動してるのを知った時にもうその絵本に合わせて曲を作られたらどんなにかいいだろうってすごく思ってたんです。もう本当にちょうど僕も娘と息子がいますので、もうある意味実験台なんですよ作った曲をね、かなり読んでもらって、で僕が弾いて、で子供たちがもう注目すれば、注目というかこうグッとのめり込んで、夢中になればね、そうですね、はい、もうあこれだと思ってそれを本番に使うみたいな、すごいそれ超楽しいですよ、ね、いい効果音考えなきゃみたいなね、そうですね、このクライマックスのところにはみたいな、そうです、ここでこう子供たちをグッと夢中にさせるにはみたいな怖がらせたり ね、いろいろできますね。でもそうですね、ちょっとこう、なんて言うんだろう、怖い ね、絵本とかだとちょっとこうお化けが出そうな音を出したりとか楽しいですね、それをお家でね、まずこう実践してから本番に持っていけるってなんか最高の環境ですよね。リハーサルできてやっぱねうちの子供たちが絵本が好きなので、はいはい、そこで実は最初の頃、作ってたのが始まりなんですよ、はい、そうでした。なんかやり作ってたというかリビングにピアノがあるので、はい、なのでカナエが読んでる時にそれに合わせてちゃかちゃか遊んでたんですね。そしたらたまたま一緒によくこうコンサートとかお仕事させていただく方が、はい、その読み聞かせとかそういうのを、はい、やりたいんだけどみたいなお話があって、でちょうど最後にその方としたのは読み聞かせの方、ちょっと読み聞かせの専門の方がいらっしゃって3人でやったんですけど、はい、そういう時にあ使えるかもと思って、はい、やったりですね、曲をこうまた改めて書いて、はい、なんか素敵な活動ですね羨ましいアッキーさんは、2013年に日本が誇る高峰楽器製作所主催のコンサートに抜擢されてご出演されて、その後海外でも演奏活動を行っていらしたんですね、はい、海外はどんなところに行かれたんですか？そうですね、韓国だったり台湾とか、はい、アジア圏が多いんですけど、はい、韓国の方はその2013年、あ、はい、そうですね、高峰楽器、の、主催のコンサートと同じ年なんですけど、はい、初めて韓国の方にコンサート行って、そこから毎年、はい、お伺いさせていただいてて、はい、今年はちょっと、そうですよね、はい、やっぱり行けなかったというか、はい、イベント自体が韓国の方もやっぱ中止になっちゃったので、そうですか、はい、韓国はウクレレはどうなんですか？割とこう皆さんポピュラーに、まあ、日本のこういう感じなんですかね、皆さん割と歌
ウクレレをやってる方多かったりもするんですか。はい、僕も初めてそれこそ2013年行った時に、はい、あのいわゆるウクレレフェスティバルなんですけど、はいはい、すごい人数なんですよ、で子供から大人まで、はい、で大合奏してたり、あとは、はい、日本にも あの、はい、ありますけどウクレレオーケストラ、はいはい、のようなあのそういうなんていうんだろう、オーケストラの団体で弾いたり、もちろんソロの人もいたり、びっくりしました僕も、はい、ね、あまりの人数の多さに、そういえばあの台湾にも行かれたっていうのが書かれてたんですけど、はい、私前にあのお子さんで台湾にちょっと住んでた方が学校であの学年によってウクレレをやる学年があったっていうのを聞いたことがあって、うん、小学生の方だったんですけど、その学年によってあの日本だったら縦笛をやる学年とか鍵盤ハーモニカをやる学年があるじゃないですか、はい、それで台湾に行かれてた時にウクレレの学年の時があったって。へー、でその子はだからそんな長くはいなかったと思うんですけど、そこで C とか G とかあの A マイナーは覚えて帰ってきてて、日本で私がちょうど小学生のお子さんに教えた時に学校でやってたんだよって話を聞かせてもらったことがありました。あ、それ僕初耳でした。そうですか、はい、だからそういう学校もあるのかもしれないですね、うんうん、でも台湾もやっぱすごかったですね、うん、そうですか。であのウクレレ熱というか、うんはい、もうやっぱりこう見てるお客様から、はい、やっぱこうステージに上がられる方がちっちゃい子から大人まで、うん、やっぱウクレレ熱熱いなと思います。そうなんだ、うん、ですね。あと2016年には24時間テレビに生出演されたんですか、アッキーさん。はい、あの秋田県の方で、はい、放送、あの、うん、僕ちょっとテレビとか詳しくないあれだけど、はい、秋田県の放送だったのかな、あの、はい、その時が、はい、テーマが愛だったかな、確か2010、うん、っていうことで、はい、ギタリスト、一緒に普段お仕事をしているギタリストの方と2人で出演しまして、はい、禁じられた遊びって別名愛のロマンスって言いますので、その禁じられた遊びをこう生放送で弾かせていただいて、はい、そしてその後2017年にはテレビ番組の企画で AKB48 のメンバーの方にウクレレレッスンをされた。あ、そうなんです。そのメンバーのその人が、はい、いわゆる何かを武器にしたいっていうことで、はい、AKB の、メンバーの中にギター弾く人もいるからということで、はいはいはい、じゃあウクレレみたいなことになったらしいんです。で、はい、僕のとこにご依頼いただいて、レッスンと、あとはテレビ番組の中で演奏もあったので後ろで伴奏させていただいたりとかで、はい、とても楽しい、はい、企画でした。そうでしたか。もともとね、アッキーさんはやはり小さい頃にクラシックに出会われてずっとこう育っていらして、やっぱりウクレレでもクラシック音楽もたくさん弾かれてらっしゃいますよね。はい、やっぱり自分が好きな音楽をアレンジしたいなと、ウクレレで弾けるようになりたいなっていうのが始めた当初からありましたので、はい、今もこう自分が興味ある曲、クラシックの曲だったり、はい、あとはやっぱ自分がピアノでやった曲を今度ウクレレでやってみたいなとか、はい、そういうので、はい、今もこうなんだろう、いろんな曲を一つ一つ、はい、はい、それではここでアッキーさんからの2曲目のリクエストをおかけしたいと思います、はい、クラシックの曲の中からですね、スメタナのモルダウ、鈴木明俊さんの演奏でお聴きください。お届けしましたのは鈴木明俊さんの演奏でモルダウでした。いや、私ね、このモルダウという曲は中学校の合唱コンクールで歌った思い出がありまして。そうなんですか。そうなんです、うん、なんかすごく懐かしかったです。あ、よかった。はい、
嬉しいです。アッキーさんはこの曲にはどんな思い出があるんですか？はい、この曲もですね、先ほどお話しさせていただいたピアノの先生が、その曲と、あとはその曲の背景ですね、スメタナの、歴史だったりとかをやっぱ面白く、そして当時モルダウができた時っていうのは、はい、チェコが大変だった時、はい、オーストリア の占領下支配下っていうんですか、そういう大変だったお話も聞かせてくださって、で実はモルダウの最後の最後に出てくる、はい、旋律がチェコ の童謡なんですね。はい、童謡引用してるっていうのを教えてもらって、でそれが実は、はい、いわゆる雨が降っても必ずその晴れて歩きやすい日が来るという童謡らしいんですけど、なのでそのスメタナがチェコの人たちに、今は大変な時代だけど必ず晴れる日が来るからっていう思いを込めて引用したっていう話を聞いて、なんかやっぱりそういうものってチェコの方が聞くと分かる旋律だったりするわけじゃないですか。すごくメッセージ性があったんじゃないですかね、当時は。はい、なんかすごい、はい、偶然だったのが、ここ数年、何年か前かな、某テレビ番組で、この特集がやってて、その童謡の話も出たんですよ。で、はい、もっと詳しく、ね、そういう戦時下にあるとやっぱり、はい、例えばその戦ってる国のいろんなことをこうね、出しちゃいけないみたいなものあるじゃないですか、はい、だけれどもそっちにいる人たちはすごく故郷を、懐かしんでたりするときに、そうですね、はい、そういうね、あ、これはチェコのって聞けば分かる人っていうのを、そのためにこう作られたような、そうなんです、感じもしますよね、はい、もう本当おっしゃる通りのことテレビで言ってます、そうなので、そういう感じなのかなって今お話聞いてて、なんかテレビで日本に住んでらっしゃるチェコの方たちにこうインタビューで、そのモルダウの童謡知ってますかって言うと、みんな知ってるんですね、はい、で結局そのスメタナがこうもうね、昔の話になりますけど、はい、スメタナがこうそのモルダウを初公演した時に、やっぱチェコの人たちは気づいたと、当時のチェコの人たちは気づいて、スメタナが伝えたかったこともやっぱ受け止めて、でずっとその受け止め受け止め、こう今になって、そのモルダウが今チェコの第二の国家の位置づけになってるなんてテレビで言ってて、それは僕その時初めて知ったんですけど、まあ、ピアノ先生よりも詳しくテレビの方やってましたので、そうですか、なので、はい、あ、すごいなって改めてそのモルダウの、なんだろう、深さというか良さに、はい、気づかされて、もっと好きになって、はい、でもウクレレでねクラシックが弾けるなんてっていうのもね、ちょっとラジオを聴きの皆さんもちょっとびっくりなんじゃないかなと思うんですよね。はい、そのモルダウをウクレレでやっぱ弾きたいってずっと思ってたんですけど、なかなか手はつけなかったんですね、でその何年か前、もう本当 5,6 年前ぐらいだと思うんですけど、テレビでそれやってて、あ、やっぱ弾きたいと思って編曲したんです、そうだったんですか、はい、はい、その時にやっぱ大事にしたいなと思ったのがその最後の童謡の部分で、はい、なのでそこを皆さんにも何かこう何かの機会で僕弾かせていただく時は聞いてもらえたらなと思うんですけど、はい、じゃあご紹介できてとっても、そうですね、はい、よかったですね、はい、ありがとうございます、今ちょっとこんな、ね、コロナ禍の中で、なかなかアッキーさんもライブ活動というのはできにくくなっているとは思うんですが、はい、オンラインでのワークショップも今何回かされてらっしゃいますよね。はい、ちょうどこの前、はい、アコゴーゴーイベントさんという、イベント企画をしてくださる、団体さんが企画してくださって、人生初のオンラインを、はい、人生初だったんですね。そうなんです。もうドキドキの。そうでしたか。普段はね、このコロナになる前はワークショップを全国あちこち行かせていただいて、こういわゆる皆さんの目の前で
こうやってたんですけど、初めてオンラインなんだろうこの緊張感っていうでもオンラインは本当にあの受ける側としてはすごく助かるツールでして、うん、あ、そうなんですね。だってお家にいながら、あ、ね、そっか、先生とレッスンができて、しかもね、あね、アキさんの場合秋田にいらっしゃるわけじゃないですか。そうですね、アキさんのレッスンを、うん、あのお家を出ずにして受けられる。そうなんですよね、はい、そうなんですよ、うんうん、なのでもうぜひぜひもっともっとやっていただきたいんですけど。あ、嬉しいです、はい、なんかアキさんはね、あんまりパソコンとかお詳しくなくて先ほどちょっとおっしゃってたんですけれども、はい、あの私たちいくらでもお手伝いできますのでありがとうございます。先生はこうレッスンにだけ集中していただければ。ありがとうございます。パソコン内のことは私たちがフォローしますので、僕画面に映るだけで精一杯なんで、はい、お手伝いいたしますので、ありがとうございます。ご用命くださいませ。心強いです、はい、なんかそんなお手伝いができたら嬉しいですよね。嬉しいです、本当に本当に、はい、嬉しいです本当に、はい、ありがとうございます。アキーさんはウクレレは何本ぐらい持ってらっしゃるんですか？そうです、今僕メインで使わせていただいてるのは、あの高峰楽器、はい、さんからの、はい、楽器で3本なんですけど、はい、テナーが2本とソプラノが1本になるんですけど、はい、なのでそうですね、今所持、まあ、昔持ってたのは、はい、2本持ってますので、それ含めると5本かな、うん、意外と少なくないですか？はい、あ、でもそう言われるんです。僕実はですね、あの1本これって思うとそれをずっと使うんですよ、はい、なので実はあの高峰楽器さんから、はい、あの使わせていただいてるのも1本がメインで、もう1本が何かあった時のサブで、サブでなんです。だから、はい、で、まあ、ソプラノはソプラノで、そういうソプラノを使う機会の時に使ってるので、それはちょっと別なんですけど、はい、メインで使ってるテナーは実は1本で、はい、基本的にはどの伴、例えば伴奏のお仕事も、はい、あのソロでやるお仕事も、はい、もう全部テナーで、はい、1本でやって。それはあのアッキーさんオリジナルテナーを作っていただいたんですか？あ、いや、普通に、はい、あの同じ型番は、はい、うん、ちょっと頑丈にはなってる、僕のはあの頑丈にしてもらって、手は加えてもらってるんですけど、あのもちろん高峰楽器さんから購入は可能です。なんか宣伝みたいになっちゃった、ここはちゃんとお伝えしときましょう。 ありがとうございます。高峰楽器さん、はい、あのアッキーさんが使ってる同じモデルが購入できるっていうのはすごくいい情報な気がします、はい、僕のもです、はい、僕の使ってるといいのかな、あ、そうです、あ、もうあのソプラノからテナーまでありますので、はい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 、大阪の方のサーサさんという方が、はいはい、あの方がソプラノ使ってらっしゃるんですね、はい、なのでソプラノからテナーまで、はい、ありますので、ぜひ気になる方は高峰楽器さんに、本当ですね、お問い合わせください。私あのハニベリーのブログの方にリンク貼っときます。ありがとうございます。アッキーさんがこんなに気に入ってね、うん、弾いてらっしゃるウクレレっていうのは、はい、やっぱりそれだけ魅力のある楽器なんじゃないかと思うので、はい、うん、そうですね、皆さん手に取っていただいて、はい、まあ、僕は本当に自分がすごい気に入ってるので、気に入ってるとこって言ったらやっぱり生音も素晴らしいし弾きやすいし、はい、あと、はい、今皆さん結構ライブをされる方って多いと思うんですけど、はい、いわゆるつなぐことができて、はい、スピーカーから出た音もすごい綺麗なので、はい、なんかもうどんどん言えば言うほど宣伝になる。気になる。ぜひぜひお問い合わせください。気になりますね。もう弾きやすいですよとか。ありがとうございます。最後にはちょっと皆様におすすめのウクレレまでご紹介しました。今日は私たちのラジオを聞いてくださってる皆さんってそういうウクレレに興味のある方が多いので、こういった情報ってね本当にありがたいんです、はい、あ、よかった、はい、です、嬉しいです、こちらこそありがとうございます。
本日のギフトボックスのゲストはウクレレ奏者の鈴木明俊さんでした。明さん、ありがとうございました。とっても楽しかったですありがとうございます。ありがとうございます。いや、明さんのお話楽しかったですよね。楽しかったですね、本当に。はい、はい、あのね、明さんにメッセージが届いてるんです。ご紹介させていただきます。お願いいたします。ラジオネームえみちゃんさんからいただきました。はい、アッキー先生、ラジオ出演おめでとうございます。私は何度か先生のライブを拝見してから、お人柄とウクレレに魅了されて、いつかワークショップで先生に教えていただきたくて、筑波でのライブを楽しみにしていました。うん、コロナで中止になってしまった時は本当に残念で仕方がありませんでした。先日オンラインでワークショップを受けることができて、夢が一つ叶いました。11月に筑波でライブ開催できること祈っております。収録だったんですね。多分ハニベリさんお二人と楽しい時間になっているはずですね。お仕事しながら聞いてます。ということで、はい、えみちゃんからメッセージいただきまして、はい、ありがとうございます。せっかくなので、はいはい、アッキーさんにその、ね、メッセージをお伝えして、 お返事をいただいてるんですよ。やるー、ゆいちゃん、なのでお返事もご紹介させていただきます。はい、アキさんからのお返事です。はい、鈴木さん、こんにちは。メッセージ本当にありがとうございます。先生だなんて呼んでいただき、また人柄だなんて言っていただき大変恐縮です。今年3月の筑波でのイベントが中止になってしまったこと本当に残念でした。でも先日のオンラインでのワークショップで画面越しでもお話ししたり、ご様子が見れたことが僕もとても嬉しかったです。夢が一つ叶ったと言っていただけるなんて、もう本当に嬉しいです。こちらこそ無事に11月の筑波でのイベント開催できたらと祈って、お会いできる日を心待ちにしています。鈴木さんのおかげでハニベリさんたちともとても楽しいお話をさせていただきました。本当にありがとうございました。お仕事もお体に気をつけてご自愛ください。メッセージ本当にありがとうございました、ということでお返事いただきました。さすが、アッキー先生。そうなんです ねえ、ありがたいですね。アッキーさんファン本当に多いですからね。うん、多いです。あの、今朝私たちモーニングハニベリという朝の YouTube の、ね、はい、の時にもアッキーさんゲストだよって言ったら驚かれました ねすごいって言われて聞いていただいてますでしょうか。ね、本当ですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは16時代最後の曲をお届けしたいと思います。はい、9月1日にカモンレコーズより配信スタートいたしました進次郎さんのファーストアルバム、進次郎から夜の散歩をしないかね。ハニーオンベリーのウクレレドキッ。5時を回りました。引き続きハニオンベリーのウクレレ時でお楽しみいただきたいと思います。それではここで狛江市のお天気をお知らせいたします。今日は晴れ時々曇りということですが、だいぶ雲が広がってますよね。はい、もうちょっとうっすら、うん、コマラジの外を 見ると、あの、うん、暗くなってきてる雰囲気ですね。本当ですね。はい、夜は20度を下回る予報になっていますので、はい、肌寒く感じそうです。もし夜お出かけの皆様はちょっと1枚上着をお持ちになった方がいいかもしれませんね。はい、明日まではお天気は安定する予報となっています。続きまして運行情報です。京王線、小田急線ともに平常通り運行しております。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。 ASP.AID ASP.AID はクラシック ASP の保守、管理、運用、設計、再構築、機能拡張、不具合修正などを行います。 IISアクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム現在その会社がない、メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある、ドキュメントすらない、こんな経験はありませんか。
そんな方は今すぐ asp.aid で検索。クラウド化やスマホ対策、新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。はい、それではですね、はいはい、今日ねおはがきをいただいてるんですよ。待ってました。嬉しいですね。はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、コマラジサポーターでもあります、はい、佐賀野智美ちゃんからいただきました。ありがとうございます。先週はお世話になりました。佐賀に帰ってきてから今どんな気持ちでいるか想像つきますか？ぼーっとしてるけど何かにワクワクしています。こんな不思議な感覚は9月の11日からずっと続いてます。あらこのなんとも伝えづらい思いを経験できるって、はい、うちってガバイすごかってありますがって感謝の気持ちがかなりでっかいものとなりました。その見えないものを大切にしていきます。はがき15枚くらいになりそうなのを1枚にまとめるって難しいこれからは時間もあるのでお二人の声をゆっくり聞くけんね。ということで佐賀のともみちゃんありがとうございます。ありがとうございました。ともみちゃんにメッセージもいただいてまして、うん、はい、今のね前半のアキさんのね、私たちとインタビューを聞いてくださってて、はいはい、ウクレレでクラシックものすごく好きです、うん、はい、アキさんまた気になる方が増えちゃいましたということで、そうよかった、はい、アキさんの魅力が伝わったということですね。伝わったということですね。鈴木アキさんですよ、はい、ちょっと検索してみてくださいね、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは今日はね後半にもゲストの方をお迎えしております、はい、ご紹介したいと思います。ボールペンアーティストのりえこさんです。りえこさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はようこそコマラジへ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではりえこさんに自己紹介をお願いしてもよろしいですか？はい、かしこまりました。はじめまして、ボールペンで絵を描いているりえこと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、ボールペンで絵を描いてるって言うと、うん、はい、ね、まあ、風景が描いてるとかっていう、うん、そうですね、イメージされてしまうこと多いんですけど、はい、一応私がやっているのはちょっと、はい、映像ではねなかなかちょっとこれお見せできないんですけど、はい、ちょっと口頭で説明するので、はい、定規コンパス、うん、下絵あたり等を使わずに、うん、均等な花の模様を描き上げていくっていう、うん、はい、アートをやっております。はいはいはい、でまあアート作品もやるんですけど、うんうん、バッグとか皆さん持たれるバッグとか、はい、あとまあコットンパールって言って球体なんですけれども、はい、そちらの方に書いてコーティングをしてアクセサリーを作ったりとか、はい、あと今、大田区に私住んでるんですけど、はい、大田区のお土産として認定いただいているものがありまして、はい、高崎のだるまに花の模様を描いたものっていうのを、はいはい、まあ、そういう感じで工芸として、はいはい、やっております。はい、はい、ありがとうございます。ございます。皆さんお分かりいただけたでしょうかね。ですね、イメージとしては、はい、私とかゆりちゃんの世代はとっても、はい、読書なんですけど、そうです、子供の頃にね、はい、ね、なんていうの、丸くて、うん、穴ぼこが開いてて、うん、それをぐーる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 ってこう描くとお花の模様ができるようなおもちゃがありましたよね。流行ってたんですよ。流行ってたんですよ。わかりますかね、それで伝わるかな。伝わるかな。後でね、うん、ハニベリのブログの方にはちゃんと写真も、はいはい、作品の写真も載せさせていただこうと思うんですが、はい、とにかくりえこちゃんのすごいところは、はい、フリーハンドで、そうなんですよ、本当になんて言うんだろう、フリーハンドって思うような均等な花模様というのを描かれる方なんですよ、うん、はい、ねえ、びっくりしました。これびっくりしたでしょ。拝見させていただいて。ありがとうございます。まず私がね、りえこちゃんに、うんうん、もうちゃん付けなんですが、りえこちゃんに出会ったのが2015年なんですけど、はい、その2015年に東京都江東区清澄白川というところがありまして、はい、そこでビラクイチっていうイベントがあったんですよ、うんうん、そこでねりえこちゃん出展をされていて、はい、でその出展されてるりえこちゃんのブースの前でしばし止まってしまいまして私が釘付けだったのね。釘付けでしたよ。だって、うんうん、ちょうどそこでだからまあいろんなグッズをね、はい、売りながらレコちゃんこう実演してたんですけど、うんうん、はいはい、
何だろうこれはっていう感じで本当にびっくりしたんです。フリーハンドでそんな素敵なものを書いてらっしゃったので、うん、そこでもうずうずうしくも初めましてなのに、はい、いろいろとお話しさせていただいたのがご縁で、うん、今日ラジオに来ていただいております、ね、先ほどね、ちょっとね打ち合わせの時にお話いろいろ伺ったんですけれども、はい、うん、なんかフリーじゃない方が難しいっていうね。そうですね。ねえ、レゴちゃんそうなんだね。そうなんですよね。コンパスとか定規とかをきちんと使って、うん、まあ、線を直線で引くとか、そういうことの方が私はもうできなくて。で、そうだったんだね。そしてなんかこう観察をしながら書くのもちょっと苦手っておっしゃって、うん、そうですね、うん、なんていうの、こう見ながら書くみたいなやつ。そうですね、まあ、書くときに、うん、なんだろう、こう見ながら書いてしまうとやはり、うん、変な意識が入ってずれちゃうので、うんうんうん、どちらかというとリズムで書いていくっていう。リズムで書いていく初めて聞いたよ私も初めて聞いた、ね、うん、そうなんですね。りえこちゃんの中ではその一定のリズムがあって、うん、それでまずその1枚の花びらを書くのに集中することで、はい、そのリズムを保ちながら、うん、均等な同じものを書いていく、次の横に書いていくっていうそのリズムってことですよね、はい、そうです ね、なのでまあ球体になっても、はいはい、多少の凸凹があってもリズムさえ守れていれば、うん、はい、そうなんだかなと思ってますりえこちゃんね、今もお話に出ましたけど、うん、はい、本当にね、平面だけじゃないんですよ、りえこちゃんが描くものって。もともとだるまに書かれてた時も球体で書くの難しいんじゃないかなって私は思ってたんだけど、現実に私が出会ってからも、例えばそのお客様が持っているお財布とかあるじゃないですか、革のお財布とか、そういうのにもその場で書いてあげたりできるの。ね、そうだよね。一応まあ下絵がないので、うん、もうその時の瞬間で、うん、はい、描いていくので柄の保証はちょっとないんですけど、はい、その辺を楽しんでいただける方のものは、うん、持ち込みもお引き受けしてるんで、はい、でもそうなのよ、とても繊細なんだよな、うん、そうなんだよね、皆様に本当に今お見せできないのが ね、でもかなちゃんは今日初めて実物を見たじゃない、はいはい、で実物を見てみてどう思われました？いやこれフリーハンドで描いたとは思えなくて、うん、でむしろフリーの方がいいっておっしゃってて、はい、でプリントのね、商品とかもあるっておっしゃってたんですけども、うん、プリントだとやっぱり平面になってきちゃうから、うん、生というんでしょうかね、うん、ライブで描いた方がなんていうのかな、何か伝わるものが、ね、太かったり細かったりも若干あったりとかしながら、 そうなんだよね、それはやっぱり、うん、手書きの良さというか、ね、そうですね、あとは、革に描くのか、うん、木に描くのか、うん、布に描くのかで、うん、また全然味変わってきちゃうので、うん、そのインクの出方も変わりますし、そうだからやっぱり、プリントもやりますけど、うん、プリントは割と間に機械が入るので、うん、どうしてもこうぺったりした感じにはなりやすいので、うん、手書きがおすすめではありますけどね。そうなんだね例えば今日、うん、今ねスマホのケースに書いてらっしゃったりするんですけれども、うんうん、はいはい、この形だと何分ぐらいで書けちゃったりするんですか？この形今ね見開きのね、はい、そうだね、ブックタイムのスマホケースを見ていただいています。そうですね、はい、書く時間だけだったら、うん、多分3時間4時間ぐらいでは、書けるかな。なるほど。じゃあここのお花の、今お花がそうですね、4センチぐらいのお花がここに書いてあるんですけど、はいはいはい、これ1個ぐらいだとどのくらいで書けるか。これ1個ぐらいだったら多分10分15分10分いけるんじゃないか。あと素材によってペンの乗り方が変わっちゃうので、革みたいなツルツルのものっていうのは割とインクが乗りやすいので、スピードを上げて描けるんですけど、反対に布みたいなものって結構染み込みがあるので、結構ゴリゴリやっていかないと濃く出なかったり、あと描きやすさも違っちゃうので、うんうん、布だともうちょっとかかるかな。なるほど。しかも特殊なペンではないんですよね。そうなんだね。普通のボールペン。そうですね、市販で売ってるボールペンそうなんですよそれもびっくりその辺で手に入っちゃうので、本当にそうなんです、うん、さっきねちょっとペンを見せてもらったんですけど、はい、布の場合はね布に描けるペンで描かれてるけど、はい、うんうん、私が出会った頃本当に紙に書かれてた時は普通に売られてるボールペンだったよね。そうですね、普通のよくよく見るボールペンメーカーのボールペンだったんですよ。そうですね、うん、ね、はい、はい、そうなんで
ですよ。そんなりえこちゃんですが、はいはい、今ね、もともと絵を描き始められたのは2013年ということなんですが、はいはい、絵を描くのは苦手って思われてたって、はいね、自己紹介にも書かれてるんだけど、はい、そうだったの？ですね、うん、今やっぱりこの仕事してると、うんうん、いろんな方に、うんまあ、絵がもう何でも描けるんじゃないかっていうふうに思われるんですけど、うんうんまあ、未だに絵は苦手でして、うんうん動物の絵とか、うんまあ、模写ですよね、はい、全くどこから形を取っていいか私にはもう未だにわからないそうなんだそうなんですよ。なのでどちらかっていうと私が今描いてるものって、うん図形みたいな感じになるので、はい、別に数学が得意とかではないですけど、数字的な感じで、うん、作能的な感じになるのかな、うん、そしてリズムを取りながらこう描いてる。そうですね。で多分反対にまあ、うんイラストとか、うん、絵とかになると多分右脳的な感じかなと私は、うん、あと、まあ、作家さんともいろいろ話すときに、まあ、右脳と左脳って話をよくするんですけど、そんな感じで違いがあるので、そうです、似顔絵を描くとか、あるものをそのままこう絵に起こすっていうのは全く苦手なのね。できません。じゃあ待ってる間に似顔絵描いてもらえばよかったな。やめてください。何分経ってもできない。画伯のように画伯って言われてました。リエコ画伯の素晴らしい。まさにそのリエコ画伯。でもね、そして2013年に描き始めて、はいはい、2014年にはロイヤルパーク座羽田の客室アートに、はい2点担当されたっていうのがありますが、ねはいはい、これは結構大きな作品だったのかしら。これはどれくらいなんだろう、うん高さ、うん、高さっていうのかな、はい、幅っていうのかな、多分40センチぐらいの、横幅50センチぐらいだったと思うんですけど、うんうん、まあそんなに大きくはないですけど、うんでもただ何せボールペンで描くので、絵画作品としては小さくはなると思うんですけど、はい、私の中ではやっぱり大作ですよね。そうですね、 0.7 ミリのボールペンで描いていくので、横幅50センチとかになってくると結構な時間は本当だよね。そうですね、はい、そして2014年の12月に初個展を開催されて、はい、はいはい、はい、そうですね。で私はだからその初個展の後に出会ってるんだよね。そうです ね、はい、2015年に出会って、うんうん、でも2015年の、冬にも個展をされてるのかな。あ、そうですね、もう毎年やらない年はもうなかったので、はい、その2015年の個展にはお邪魔させていただいて、はい、だから最初ビラクイチの時には小さなブースでね、はい、本当にこうグッズが売られてるだけで大きな作品ってほとんどなかったんだけど、その個展にお邪魔した時にはやっぱり額装されたものとか、はい、大きめの布に描かれたものとかがいろいろあって、はい、すごいなんかこれいろんなことに使えそうっていうふうに思いました、ね、その時も、今日もね、お洋服だったり、はい、されてたマスクだったりね、はい、そうですね、全部皆さん、リエコちゃんが描いた絵が、はい、描かれてるんですけれども、はい、うん、アイテムもいろいろあるのかしら。アイテムはかなりちょっとあって、まあ、以前は、まあ、お会いした時とかはやっぱ手書き一点物とか、はいはい、そこをこうすごい重要視していたんですけど、うんうん、やっぱりまあ手書き物としてもお値段も高かったりするので、はい、最近はちょっと今後はちょっとブランド化もちょっとしていきたいなっていう考えもあって、はい、まあ、プリント商品とかでお手軽なもので、うん、はい、皆さんにも使っていただけるようなものを考えていて、うんうん、まあ、先ほどご紹介いただいたように、うん、はい、今年は特にマスクが大変求められていたので、プリントでマスク作ったりとか、はい、あとは布を作って、まあ、作家さんに仕立てていただいて、今日ちょっと履いてきてるんですけど、うん、ズボン、パンツですね、うん、これパンツなのね。あ、これスカートかと思った。パンツなんです。パンツなのね、はい、かわいい多分ヨガとかもできちゃうような、はい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 、そうだよね、はい、幅広のね。そうですね、うんうん、ゆったりめの、うん、はい、どんな方で割と着れるようなもの、うん、はい、そういうものをちょっと今後もね、はい、作っていくんですけど、はい、まあ、かなり、まあ、ホームページとかインスタとか見ていただくと一番わかりやすいんですけど、はい、そうですね、はい、パンダグッズとかも結構やっていたので、そうなんですよ、はい、レコちゃんはパンダグッズもともと多かったけど、はい、上野でもそれを販売とかもされてたんだよね。そうですね、はい、まさに、はい、シャンシャンが、ちょうど私上野出店始めたのが 2,3 年ぐらい前で、シャンシャンが生まれたのと同時だったので、なるほど、
ど、なるほど。サンシャングッズっていうのをちょっとテーマにパンダグッズをかなり作って、パンダちゃんモチーフのも可愛いのがね、うん、の出てましたよね。そうインスタにアップされてたかな。インスタアップしてます、ね、ツイッターの方も結構も、ね、はい、うんうんうん、アップしてますね、はいはい、そうなんですよね、はい、パンダ好きさんにはたまらないと思います。そしてあの2015年10月にワークショップをスタートって書かれてるんですが、はいはいはい、私もねワークショップ受けさせていただいたことがあって、はいはい、本当にあの絵心がなくても、うんうん、その描き方のコツというのをね、はい、教えてくださるんですよ、うんうん、実はねりこちゃんあの普通にさっきかなちゃんがこんな風だよねってこう書いてみた、はいはい、あの私のイメージはこう、うん、グールグールってやつですよ、うん、あの、ね、円盤の丸に沿ってね、こうやってぐるぐるぐるってやるやつですよ。そうなんですよ、はいはい、でもりえこちゃんはまあこれはきっと独特だよね、りえこちゃんなりの書き方って言ったらいいのかな、はい、そうですね、うん、そこをぜひラジオをお聞きの皆様にちょっとびっくりしたんですけど教えてください。あ、かしこまり、一言で言ってしまえば、うん、はい、まあ紙とペンがあって、うん、書くとして、うん、紙を回す、紙を回すね、うん、紙を回すって物体を回して、物体を回して各花びらは常に同じなんですよね、同じものをずっと紙を回しながら描いていくっていう、くる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 って回して、あの切り紙のね、あ、そうですそうですこういう、あれ、あの人もこう紙を回すじゃないですか、紙を回すよね、あの感じね、多分同じかもしれないですね、頭の中は一緒もしかしたら頭のなんか、ね、ちょっと一緒、ちょっと右脳的な気もしますけど、多分もしかしたらここでやってるの同じことで、うん、あれを回すことでっていう、ね、そういうかもしれないですね、びっくりした、今ました、そう、ね、そう、紙を回す、紙を回してるっていう、まあ、なので、うん、どうしてもあの範囲が広いところは無理なんで、うん、そうかっていうことなんですね、そうか、はい、確かにそうだよ ね、こんな大きいのこう回せないもんね、うん、壁は回せなかった、壁回せない、やっぱ壁結構壁が言われるんですけど壁回せないって無理なんです。そうか、あのケーキのデコレーションするみたいにさ、こうやって下がこう回るやつにする、うん、それはもうりえこちゃんの得意分野ってことになるのかな、ね、はい、誰か開発していただければいいテーブルのこう回っちゃうやつ、そうそうそれ中華用の中華用の丸テーブル、円卓円卓なんかそっちに想像がいっちゃいましたね、うんうん、まあそんな感じ、はい、なるほどね、あ、それがでも分かりやすいかもしれない、うんね、そうかそうか、はい、うんうんうん、そんなね描き方をしているりえこちゃんなんですが、うん、実はりえこちゃん本当にいろいろと多彩でらっしゃって、はい、今日これからりえこちゃんからリクエスト曲をいただいていて、はい、1曲おかけするんですけれども、その1曲というのが実はりえこちゃん昔音楽活動もされてたんだよね、そうなんですよね いつ頃やってらしたんだ、うん、2008年9年10年、うん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 、約3年間かな、はい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 、やらせていただいてました、うん、秋葉原の方で、はいはい、地下アイドルだったんだって、そうなんですそんな小声になっちゃって、はい、そうなんですよ、ね、その、ね、地下アイドル時代の曲を、ね、はい、おかけしたいと思います、それではお聞きください。アイビーの演奏でダイヤモンド、お届けしましたのはアイビーでダイヤモンドでした。今ね曲を聴きながらお聞きしていたら、はい、このプロモーションビデオを撮ったのは、はい、意外とこの狛江から近かった、そうなんです ね、うんうん、ちょっと懐かしかったです、うん、だから、うん、今可愛いプロモーションビデオを曲の最中に見られてしまったんですね、はいはい、皆さんぜひ YouTube で検索して、はい、リンク貼っておこうかなブログから、うん、ぜひお願いします貼っておきますね、お願いします、はい、そんな音楽活動をしていたりえこちゃんなんですけど、はい、その当時は、うん、あの秋葉原でお仕事をされていた、そうですね、うん、2008年から3年間ぐらい、ね、うん、そうですね、だから、あれかな、ちょうどあの、うん、まあ、分かりやすいのは殺傷事件が、そうですね、秋葉原で事件があった後だ、はい、そうです、うん、本当にもうその2週間後ぐらいに、うん、私が働いてたのがみこさんカフェっていうところなんですけど、みこさんカフェみこさんカフェ、はい、あの当時はまだあのなんだっけ、ああいうメイドさんの喫茶店が多かったので、はい、今いろんな種類が出てるんですけど、はい、みこさんっていうのはちょっと珍しかったのね、かなり珍しかったみたいで、結構取材とかも、そうだったんだ、はい、みこさんだとちょうどその事件もあったし、はいはい、お客様からなんかお祓いしてくださいなんてこともそうなんですよ助けてくださいみたいなのは、うん、
実際本当にあの本気で、まあ、お気持ちもすごい分かりますよね、うん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 、はい、ああいう状態だったので、はい、なので助けてくださいっていう、うん、あのお願い事は結構ありました、うんうん、はい、はい、そんな経験もされていて、はい、うん、懐かしいね、あ、それでは、はい、ちょうどね、はい、今年はまあこのコロナ禍でなかなかイベントとかもやりにくいとは思うんだけども、はいはいはい、今年れいこちゃんとしては、はい、まあ、昨年から進めていたプロジェクトで、はい、新しい一歩を踏み出していますよね。あ、はい、そうですね、うん、はい、まあ、今年はちょっとこういう感じだったので、うんうんうん、あのまあ商品として、はい、ちょっとなかなかね厳しいところあったんですけど、浴衣を、はいはい、作りました、はい、自分のデザインで総柄の浴衣を、はい、とってもいいですよね浴衣とかに。そうなの、ね、素敵なんですよ。まずは反物を作るところからだったのかな。そうですね、まあ、ちょっと工場が、工場というか、はい、そういう作ってくれる業者さんが、大阪だったので、はい、あのコロナがちょっとだいぶ出始めた時だったんですけど、はい、まあ、まだ完全自粛ではなかったので、うんうんうん、あの大阪に飛んで、はい、大阪で全部打ち合わせをして、はい、でまあ、作品持ってってもその場で全部、はい、あのプリントの作業から全部していただいて、はい、で反物を、はい、3本作りまして、はい、で1本はやっぱり、まあ、反物の状態だと浴衣になったらなかなかね、そう、どうなるの、ね、って皆さん結構浮かばないので、うんうんうん、はいはい、1本だけあの仕立ててもらって、はいはい、あの実際にまあ横浜の高島屋さんで、その私はちょっと着付けできないんで、はい、あのきちんと着付けができる方がいるので、はい、あの呉服屋さんのところで、はいはい、きちんとトルソーにやってもらって、はいはい、見ていただいて、はい、ちょっと今年はね、ちょっとお祭りとかイベントが、ね、花火とかも全部中止になっちゃったしね。そうですよね、花火とかがないのは結構痛かったんじゃないかなと思うんですけど、ね、はい、一応来年に、うん、そうですね、はい、本当に頑張ろうと思っております、はい、はい、来年はこのね浴衣だけじゃなくって、あ、そうですね、もっとね考えてらっしゃるってことですけど、はい、そうですね、うん、あの着物関係っていう形で、はい、半襟、半襟と足袋だ、足袋、足袋、あと、あ、そう、あと半幅帯とかも実は考えてたんです、帯いいね。で、あの表が花柄、はいはい、裏が無地みたいな感じでちょっと出してとか、うんうんうん、はいはい、ちょっと折ったりなんかして、はい、うん、素敵素敵、ちょっとまだそれも構想中なんですけど、いいですね、はい、じゃあ来年に向けて、はい、あともし何かあのリクエストがありましたら、うん、はい、あの私どんどんこういろんなもの作っていきたいので、嬉しいですか、はい、ぜひ教えていただきたいです、はい、こんなのあったらいいかもみたいな、ね、あ、そうですそうです、ね、もう本当に皆さんの方が情報いっぱい持っているので、はい、私が持ってるのって所詮でこんなちっちゃいもんなんで、こんなの欲しいかもとかね、はい、そうですね、うんうん、まあ、買う買わない全然置いといていただくと構わないので、どんどん言っていただければ、アイデア募集中ということで、アイデア大募集中です、はい、お願いします。そうなんですね、今れいこちゃんの作品は、はい、あの常時見られるところっていうのはあるんですか。そうですね、ちょっとショップとかは、ね、将来的には欲しいなと思ってるんですけど、まだ自分のショップはないんですが、はい、今月から、羽田の方に、はい、イノベーションシティっていうところが、はい、できましたね、はい、うんうんうん、それがオープンしまして、はい、で、まあ、ちょっと結構広いんですけど、はい、そこに京急ホテルさん入ってまして、はい、で京急ホテルさんと一緒にマルゼンさんがやっているクレアディスケっていう、カフェが、はいはいはい、あります、はい、そちらの方に、大田区のお土産コーナーというものを作ってくださっていまして、はい、そちらに、私 の、まあ、その選んでいただいただるまを含め、ちょっとアクセサリーとか、ちょっと今後はネクタイとかも作ろうかなと思っているので、まあ、その辺置いていただいたりとかでちょっと見ていただけます。そうなんですね、はい、それは嬉しいです ね、やっぱり実際見てみたいって思いますもんね。そうですね、そうですね、はい、そうだ、忘れないうちにお話しておきたいんですけど、はいはい、りえこちゃん今個展を目前とされていまして、はい、そうなんです、じゃあその個展のご紹介していただいてもいいでしょうか。かしこまりました、はい、お願いします。はい、10月2日ですね、はい、なので明日、しあさって今週の金曜日から、はい、来週の6日火曜日までですね、はいはい、浅草の方で個展がございます、はい、で個展の場所なんですけど、はい、仲見世通りがあります、うんうん、その隣に
浅草中央通りっていうちょっとちっちゃい、うんうん、そんなににぎわいはないんですけど、うんうん、ちょっと落ち着いた道がありまして、はい、それずっとまっすぐ行っていただくと、はい、あの結構有名な伝法院通りっていうところと、はいはい、あのクロスというかぶつかるんですね、うんうんうん、はい、はい、そこのちょうど角っこ手前ぐらいに、はい、ブレーメンハウスっていう、はいはい、ギャラリーがございまして、そちらの方で、はい、あの開催させていただきます、はいはい、時間がまあ11時からスタートで、まあ、5時半ぐらいまでを明道に、あの開催するので、はい、もしお時間ございましたらぜひ見に来ていただけると嬉しいです、はい、リーコちゃんは在廊されるのかしら、はい、私は常に在廊させていただきますの で, です、ね、はい、ずっといます、ずっといま す, といます、はい、じゃあ個展会場にお越しいただければ、はい、リーコちゃんにもお会いできるし、ね、はい、実際にそのフリーハンドで描いてるところも、はい、見ていただける、あ、もちろんです、うん、一応今予定では店頭のところに少しスペースがあるので、はい、実演をする予定もう、そうなんですね、あの季節もちょうどいいので、うん、冬とか、まあ、夏はきついんですけど、はい、今ちょうどいいのでちょっと実演を外でやろうかなと思っているのと、うん、あと、まあ、もし室内にいた場合、雨とかだと室内にいるんで、はい、そういう場合はあの言っていただければ、ぜひ見せてくださいとか言っていただければ、もう全然もちろんやってない時はあの、はい、やりますので、うん、そうですか、お気軽に言ってください、はいはい、ちょうどね10月入って GoTo で、うん、皆さんねご旅行とかでいらっしゃる方が多かったら ね、はい、そうですね、いいですよね、期待してます、たくさんの方に見ていただけるといいです、ね、はい、よろしくお願いします。はい、このコロナ禍の中、りこちゃんの塗り絵をね、はい、あのりこちゃんのサイトの方で無料でダウンロードできるサービスをされてましたよね、はい、はい、そうですね、今もされてらっしゃるのかしら。今もまだそのまま無料で、うん、あのダウンロードして使えるようにしてあるので、うん、はい、今年いっぱいはそうしようかなと、はい、そうなんですね、うん、はい、そう、りこちゃんが本当にその手書きで書かれた文様に色をつけるとまた素敵なのよね。だいぶそうですね、変わりますね、うん、まそう、うんうん、雰囲気としたらちょっとステンドグラス風になるというか、確かに、うん、そんな感じなんですよ。これでさ、ステンドグラス作家さんにこう掘ってもらったら、あ、いますいますいるかな、どうかな、どなたかご紹介くださいラジオお聞きの皆様、すごくない、そしたらさ、そういうのになんかとても適してるような図柄ですよね、言われますね、やっぱり、うんうんうん、でなんかステンドグラスとかそういうのにして、うんうんうん、自分がこの模様を浴びたいですっていう方がいました。浴びたい、わかる気がする、うん、ね、本当にそういう素敵な模様なんだよ ね、そうかそうか、うん、なるほど、なんか いろんなことをね、うん、さっきもね打ち合わせ中にいろんなことをお話ししてたんですが、うん、いろいろこう湧き出てくるんだけれども、そうなんですよ、それをどうやって形にしてあげたらいいんだろうってそうそうそう、私たちも今考えていて、そうそうそう、何かね私たちの活動の中でも、うんうん、はい、リコちゃんとコラボできることがあったら、ね、本当声かけさせていただきますね、お待ちしております、ワクワクしちゃいました、本当に、はい、そうなんですよ、はい、私もね今日リコちゃんのこのボールペンアートをね、はい、ご紹介できて本当に嬉しいです、うん、待ってましたって感じでしたよ本当にその通りです、ねね、はい、というわけで、はい、今日の後半のゲストはボールペンアーティストのりえこさんにお越しいただきました。りえこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、りえこちゃんの作品本当に素敵なのよ ね、お話ししてても楽しいし、うん、ね、かわいいんだもん、りえこちゃん、そうなんですよ、かわいいでしょ、ね、なんか娘のような気持ちになってお話をしておりましたが、何かしてあげたいわって感じになっちゃいますね、うん、なんかまさに私が出会った時にその心境だったので、はい、一緒ね私今そうなんですよ、なんかかなちゃんも同じ気持ちになるかなって思ってましたご紹介したかったの、そうなのね、分かったわよかったですそれではここで一曲お届けしたいと思います、はい、はい、私たちがねレコーディングでもお世話になっております、はいはい、川上二郎さんのムイドボニートというバンドの曲です、はい、色あせぬ川、お届けしましたのはムイドボニートで色あせぬ川でした。今メッセージが来ましたよ、はい、ムイドボニートの曲夕暮れにぴったりですねって、埼玉のチョビさんからいただきました、ありがとうございます、チョビさん聞いてくださってるんですね、ありがとうございます、よかった選んで、うん、それではここでコマラジサポーターのご案内させていただきたいと思います。コマラジでは今コマラジとコマラジのパーソナリティの皆さんをサポートしていただくコマラジ番組サポーターを募集しております。
こちらはですね、月額550円になるんですが、複数口サポーター登録は可能となっております。はい、今私たちのウクレレ時のサポーターになっていただきますと、Facebook 内ではあるんですが、秘密のグループを作りまして、はい、こちらの生放送をした後でアーカイブをいち早くお届けするようにしております。はい、そしてハニオンベリーのちょっとこれから何するよというような情報もね、はい、いち早くお届けしております。結構ね、これからの私たち、うん、いろんなことをやり始めるので、そうですね、随時いろんなレア情報がそこに行くと思いますので ね、ぜひぜひご登録いただければと思います。よかったら駒立サポーターの方になっていただけたら嬉しいです。はい、今ですね、ウクレレ時応援してくださってるサポーターの皆様、お名前ご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、みかんの里のひろちゃん、あめちゃんさん、クリアンさん、ひろめさん、まりこさん、はこさん、みるきさん、ひろりんさん、神戸のさっちゃんさん、黒豆さん、ハイジちゃん、翔一さん、ゆかぽん、ともみちゃん、くりちゃんの15名も応援していただいております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。すごいね、15名。もう本当ありがたいですね。皆様いつもありがとうございます。私たちレコーディングの方もだいぶ進んでまいりましたね。はいはい、ね、はい、残るはお一人となってまいりました。はい、今週末レコーディングで終了、ね、はい、愛媛からやってまいります。はいはい、楽しみです。本当ですよね。はい、うんうん、今回ね、はい、レコーディングをするにあたって、先ほども曲をおかけしましたけれども、はい、川上二郎さんのボーカルレッスンをオンラインでたくさんの方に受けていただきましたよね。はい、そうですね、私も、スタジオでレッスンが受けられない、はい、外出自粛の期間は、オンラインで受けさせていただいたんですが、うんうん、まあ、全然ストレスフリーでできますし、はい、そうですね、はい、むしろちょっと今こう見返してたりなんかすると結構面白かったのね。あれはあれで、うん、あれはあれで、あれはあれで結構面白かったんですよ。そうなんですよね。その川上二郎さんが、はい、コロナ禍の間に考えてくださった私たちのテーマソング、はい、ジングルでも流れておりますが、フルコーラスでもお聞きいただきましょうか。はい、お願いいたします。今タイトル募集中でございます。はい、ハニーオンベリーのテーマ曲です。お届けしましたのはハニーオンベリーのテーマ曲でした。はい、何に決まりますか ね、 ねえ、楽しみですね。だいぶ集まってきてますから ね、 そうね、そうね、うん、でもこれレコーディングしたの6月だったから結構経ちましたよね。経、はい、ちましたね、うんうんうん、3ヶ月4ヶ月ぐらいになります ね、 ね、はいはい、それではここで、はいはい、もう一度番組へのメッセージの送り方をご案内しておきたいと思います。はい、お願いします。メールでお送りいただく場合にはtuesday@komae.fm tuesday@komae.fm メールタイトルには必ず番組名のウクレレドキと書いてください。本文にはラジオネームをお忘れなくお書きください。またハニオンベリーはフェイスブックページがありますので、フェイスブックをされている皆様はメッセンジャーでお送りいただくことができます。
あとおはがきね、今日もいただきましたけれども、はい、おはがきでいただいてもとっても嬉しいので、はい、送り先 ご案内しておきましょう。お願いします。郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6 狛良寺スイートタイムパラダイスハニーオンベリーのウクレレ時係までお待ちしております。はい、私たち、はい、ウクレレカバーズ2020の、はい、レコーディングが今週末で全員終わるというお話をさせていただきましたが、ね、レコ発イベントもこの後ございまして、はい、11月22日ですね、そうですね、はい、お昼間ですね、はい、新宿の、スクランブル交差点のところにございます。渋谷ですね。渋谷のスクランブル交差点のところにあります、はい、大聖堂書店さんのイベントスペースで、はい、レコ発イベントがあります、はいはい、でその後夕方ですね、新宿のパペラに移動しまして、はい、そちらでも、ライブイベントがございますので、はい、この日はまるっと開けておいていただいてお付き合いいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。大聖堂書店さんのイベントの方は大聖堂書店さんのホームページで、詳細が出てそちらに予約をしていただくような形になると思います。昨年ね8月11日に私たちがニューチャプターを発売した時も、はい、同じ大聖堂書店さんでイベントさせていただきまして、そうですね、はい、一応入場の時には CD をそこでご購入いただいた方が、うん、その CD が入場券代わりという形になりますの で、はい、よろしくお願いいたします、うん、サイン会なんかもやっちゃう企画なんですよね、うん、そうなんですよ、ね、皆さんサイン考えてますか、ね、ウクレレカバーズ2020にご参加の皆様、ね、私たち去年ね、はいはい、サイン考えたからね、そう、まあ、あまり私考えなかったけど名前書いただけだけど、そうですね、はいはい、そういえば今日ね一つ嬉しいお知らせがありまして、うん、はい、コマラジーはねもちろん FM ラジオでお聞きいただけるんですが、はい、今まではリスンラジオ、はい、リスンラジオのアプリでお聞きくださいっていうふうにご案内していましたけれども、はい、今度はパソコンでもフラッシュプレイヤーなしに、うんうん、聞けるようになったんだそうです。やったー、はい、ね、なので今までちょっとね海外の方は実はリスラジはダウンロードできない区域っていうのがあって、そうなんですよね、私たちが Facebook でライブ配信をしてれば聞けるんだけどっていう、はい、ご意見もいただいてたので、うんうん、今度からはパソコンでお聞きいただけるようになりそうです。実は私たちのこの番組、はい、ワールドワイドだったりするんですよね。そうなんですよ、意外と世界各国のお友達が聞いてくれてたり、ウクレレ仲間の皆さんがハワイにいらしたり、はい、ドイツにいらしたり、はいはい、デンマークそうなんです、などなど、シドニーなどなどいらっしゃるので、ね、このフラッシュプレイヤーなくても聞けるっていうのはちょっとかなりの朗報ではないかと思います。そうですね、はい、ちょっとよく告知しとかないとみんなに、そうだね、はいはい、ちゃんと私もブログの方にちゃんとこのことを歌っておきますね、はい、うん、ぜひとも待ってると思いますよ、はい、きっとそうですよね、はい、はい、それではあとですね、うん、私たち来年ですね、はい、4月17日に大阪の服部緑地でも一応イベントを企画しておりまして、はい、去年の9月1日の、日比谷野外大音楽堂でやりました第2弾ですね、なにわいカモン、はい、かっこかりですが、今ね絶賛企画中でございます、はい、皆様詳細が分かりましたらお知らせしますのでどうぞお楽しみになさってください、はい、今日もこの曲がかかりました、はいはい、レイジー・ドブユキさんのレレハッピーデーに乗せまして今週お誕生日の皆様にお祝いをお届けしたいと思います、はい、今日ですね9月29日、マサさんお誕生日です。マサさんおめでとうございます。マサさんもお話出していただきましたね。そうなんです、はい、またぜひねスタジオにいらしてくださいね、はい、お越しください。お待ちしております、はい、10月の4日、片野京子さん、はい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そして同じく10月の4日、柿沼美由紀さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。10月の5日ラピータさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ゆきさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。たらすなさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、以上今週お誕生日の皆様にお祝いをお届けいたしました。はい、今ねかかってる、デイジーとブユキさんなんですが、はい、先週末日曜日に筑波の方でね、そうなんです、やってましたよね。27日にねライブをされて、はい、屋根はあるけれども、うんうん、オープンスペースなので、はい、すごくたくさんの方に来ていただいて大盛り上がりだったようですよ、ね、やっぱ徐々にライブも始まりましたね、うん、そうですね、うん、あとね吉澤美幸さんなんですが、はいはいはい、今日からですね横浜で、個展といいますか一品だけ作品を展示されるそうです、はい、銀座伊藤屋
ですけれども横浜の方の店舗ということで、はいはい、展示があるそうです。はい、ぜひお近くの皆様、なかなかあのリアルにご覧いただける機会って今特に少ないので、そうですね、ぜひお越しいただけたらと思います。猫ちゃんファンの方はぜひお越しください、うん、そう、あの実はちょっとかなり先になんですけど、はいはい、予告しちゃおうかな。ないでしょうか。10月の27日にみゆきさんにまた来ていただく予定なんです。そうなんですよね。そうなんですよ。はいはい、その時にあのぜひ皆さんね、みゆきさんたくさん塗り絵の本も出してらっしゃいますけれども、はい、あの何か質問とかねありましたらお寄せいただけたら嬉しいですね。そうですね、うん、はい、当日私が何かをするんですよね、はい、そうなんですまだねこれも企画段階でこれからちょっとね詳細を決めていこうと思っております。はい、みゆきさん今、うんうん、いろんな方とコラボレーションされていて、はい、あの元 NHK のアナウンサーの島恵理子さんと一緒に、うんうん、あのズームでライブを行ってそれを配信するっていうのも昨日の晩やってらっしゃったんです。うんうんうん、イラストとね朗読ですごく素敵な配信でした。またなんかあれですかね、うん、あの個展とかがあればライブドローイングとか、ね、本当ただ言いたいだけだね、ライブドローイングやなちゃん、それ言いたいだけ、そう言いたいだけちょっと良かったよね、あれね、あれ楽しかった、初めて見ましたけど、うん、どんどん書き上げていく様が、いやさすがと思って、本当にみゆきさん、でも今度10月の3日に、はいはい、その島恵理子さんとインスタでお二人でライブされるって言ってました。ぜひ皆様そちらもねご覧いただきたいと思います。お家に流してっていうのがやっぱりいいですよね、うん、そうですね、うん、はい、はい、この放送は豊作プロジェクトの公演でハニーオンベリーのゆりとかなとみやこがお送りいたしました。ハニオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から17時55分までの生放送です。番組へのメッセージリクエストお待ちしております。来週もウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございました。猫ちゃん最後までありがとう。猫ちゃんありがとうございました。